まずはホークスの先発杉内の立ち上がりです、はい、もう本当に悪かったですね、はい、何投げてもダメというかね、ワンアウト満塁から普通ら押し出しのフォアボールでマリーンズが先制しています。なおも満塁で2枚がライトへの犠牲フライ、はい、ここで本当はスパッとこう立ち直らなきゃいけないんですけどね。そうですね、はい、さらに2アウト1塁3塁となって、はい、オーマスライトスタンドへ16号スリーのホームラン。2、3から苦しんでストライク取りに行ったところですからね、はい、マリーンズ初回に一挙5得点5対0となります。さあ一方先発吉見の立ち上がりなんですけれども、まあ大量リードもらえましたからね、はい、やっぱり的場が、ね、彼のいいところを、ね、はい、出してますよね、緩いボールを ね、3回のホークス杉内のピッチング、ツーアウト1塁2塁から大松を打ち取ります、ちょっと立ち直るきっかけもあったんですけどね、はい、そして3回の裏の吉見のピッチング、はい、2アウト3塁から本田はセカンドゴロ、もう打ってるんじゃなくて打たされてますからね、そういう感じでしたね。4回の表です。2アウト満塁からキム・デギンの押し出しで6対0となって、はい、クーラも押し出しのフォアボール、それ本当に限界でしたね、はい、杉内はここで降板、藤岡にスイッチします。しかし2番手の藤岡、今へセンター前2点タイムリー、マリンズはこの回4点を追加、9対0となります。そして4回の裏です。ワンアウト1塁3塁からペタジーニがライトへ犠牲フライ、ホークス1点を返しました。これで9対1、千葉ロッテマリンズリードは8点になっています。